紹介試験を始める前に、音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましまょう問題1問題1では、まず質問を聞いてください。 それから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう「<例>会社で 女の人と男の人が話しています。男の人はこれから何をしますか佐藤君、悪いんだけど、明日の会議の準備、ちょっと手伝ってもらえない社長に他のこと頼まれちゃって。うん、いいよ。何すればいいこの資料、20部ずつコピーしてセットしといてほしいんだけど。あ、でも中身ちょっと見てもらってからがいいかな。 一応、ざっとは見直したんだけど、わかった。あれ、これ、価格が違うよ。え、嘘、違ってた？うん、これ、二万五千円じゃなくて、二万八千円ってことは、この売上のグラフも違ってくるね。ごめん、ざっとチェックはしたんだけど、まあ、とりあえず、もう一回、一通り見てみるよ。ファイル、メールで送っといて、後で直しとくから。 ごめんね。すぐに送る。男の人はこれから何をしますか最も良いものは三番です。回答用紙の問題一の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから、答えはこのように書きます。では始めます。 1> 1番男の人と女の人が見本市の準備について話しています受付の際家族連れの客には何を渡しますかでは受付について説明しますメーカーやお店の人など業界関係者の人の場合はまず名刺をもらってこの青い参加証を渡してください。紐がいいているタイプで 会場内ではこれを首かららけてもらいますこれがあれば1回出てもまた再入場できますじゃあ首からかけている人には何もしなくていいんですねそういうことですで一般のお客さんはこっちの白い方ですそれから私たちスタッフとブースを出しているところはこの赤ですわかりました次にこの会場案内です 期間中のイベントのプログラムも書いてあります、えー、ここですねそれと今回は第10回ということで記念品のペンがあります箱に入れてあるのでそのまま渡してくださいわかりました受付の際、家族連れの客には何を渡しますか 2番？2> 女の人が駅の案内所で係りの人と話しています。女の人はどの切符を買いますか？すみません、土日限定のお得な切符があるって聞いたんですが、はい、土日限定のものですと2種類ございます。こちらの区間内の電車と市バスがご利用できて、有効期限が当日のものと。 2日間のものもがございますそれからこちらは今月だけの期間限定で発売しているものなんですが土日を入れて3日間区間内で乗り降り自由となっております。へーおいくらなんですかはい当日のものは1,000円2日間のものですと1,800円こちらの3日間のものは2,600円となります。あと当日限りで 電車のみのご利用というのもございましてそちらが八百円ですどのようなご予定ですか今日を入れて三日間なんですが今日はもう移動しないでそのままホテルに行きます明日は朝早くからいろいろ回りたいんですで月曜は桜タワー行って帰るだけっていう感じですそれでしたらこちらがおすすめです バスは路線も多いですし頻繁に走っていますのでついていた方が便利かと思いますわかりましたじゃあこれにします女の人はどの切符を買いますか 3番、会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれから何をしますかプレゼンの準備、大丈夫ですよね忘れ物ないですよねうん。資料のデータは USB にも入っているし、この PC にも入っているし、サンプルも持ったし、パンフレットも。 サンプルは1セットじゃなくてもう3セットぐらいあった方がいいんじゃないですか説明している間にお客さんにも直接手に取ってみてもらった方がいいと思うんですそうだね説明を聞くだけよりずっとわかりやすいからねじゃあサンプルはあと3セット持ってきてくれるわかりましたそれからパンフレットももうちょっとコピーしてきましょうかいや パンフレットはこっちの封筒に、まだだいぶ余分があるから大丈夫。女の人はこれから何をしますか四番 図書館で男の人と係りの人が話しています。男の人はこれから何をしますかすみません。この本を借りたいんですけど。はい。この書籍番号の数字が書かれた棚にあります。じゃあ、この本だと番号が320だから、320の棚にあるんですねそうです。320だと、 あちらの壁沿いの列になりますね。手前から4つ目の棚です。わかりました。ありがとうございます。あ、ちょっと待ってください。お荷物はロッカーに入れていただけますかロッカーああ、わかりました。お金は戻るんですよねはい。あ、そうだ。コピーはできますかええ。あちらの階段の脇にコピー機があります。1枚10円になります。 わかりました。どうも。男の人は。これから何をしますか。五番。 女の学生と男の学生が話しています。男の学生はこの後どうしますか。あれどうしたのぐったりして。昨日から体がだるくて熱があるみたい。顔赤いね。辛そう。ねえ病院に行った方がいいんじゃない。うん。でも帰って薬飲んで寝るよ。今日はもう授業もないし。 そうした方がいいようんじゃあレポートを提出したら帰るよレポート提出先先は田中先生の研究室のポストじゃあ出しておいてあげるよこれから授業であっちの方に行くからえいいのじゃあそうしてもらおうかな男の学生はこのあとどうしますか 問題2問題2ではまず質問を聞いてくださいその後問題用紙の選択肢を読んでください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを 一つ選んでくださいでは練習しましょう例会社で男の人と女の人が話していますお店を決めた理由は何ですか 田中さん、歓迎会のお店決まったあ、はい駅の反対側の横綱っていう和食のお店になりましたえ、イタリアンのお店じゃないのおすすめだって言ってたじゃないええ、今回はそうか、ちょっと残念だな田中さんのお気に入りだから期待してたんだけど何、ちょっと高かったいえ、高くはないです むしろ安い方だと、ただ…ただ部長がすごくいいお店だって言うから、美味しくてサービスがいいってああ、そういうことね。じゃあしょうがないね。そのイタリアンのお店はこの次行こうよそうですねお店を決めた理由は何ですか 最も良いものは三番です。回答用紙の問題二の例のところを見てください。最も良いものは三番ですから。答えはこのように書きます。では、始めます。一番。テレビで。 女の司会者と男の人が話しています。男の人が引退を決めた一番の理由は何ですか 引退を惜しむ声も多いと思うのですがやはり今回のオリンピックでメダルに届かなかったということが大きいのでしょうかまあそれもそうなんですがこの4年間は怪我の繰り返しで特に2年前の膝の怪我は選手として致命的なものだったんででもその怪我を乗り越えて今回のオリンピック出場を果たしましたよねええー なんとか回復してここまでやってこられたんですけどやはり気持ちの上でまた次というふうにはならなかったというかまた怪我をするんじゃないかっていう恐怖心といいますかまあ肉体的なことよりも気持ちの面で限界を感じましてそうでしたか今後はどのようにはいこれからは指導者として後輩の育成に貢献したいと思っていますそうですか 今後も活躍を期待しています。男の人が引退を決めた一番の理由は何ですか。二番。 会社で男の人と女の人が話しています。男の人はどうして自転車で来ているのですか ねえ最近自転車で通勤してるんだってうん雨が降らない限りはできるだけ自転車で来ようと思ってへえダイエットそれとも今流行りの肉体改造ってやつというかこの前の健康診断で筋肉を増やした方がいいって言われたんだ最近腰が痛くなることが多いからちょっと聞いてみたんだよこの仕事一日中座りっぱなしだもんねあ でも自転車だっって座りっぱななしじゃないいや、ペダルをこぐのって結構体全体を使ってるんだよ始めた頃なんて全身筋肉痛だったんだからまあそれに景色も楽しめるし時間がある時は裏道のカフェにも言われるしねふんなんだか良さそうね私も始めてみようかな男の人は「 どうして自転車で来ているのですか三番女の人と男の人が話しています女の人は今日 どうしてメガネをかけているのですかあれ今日はメガネなんだ。珍しいね。 うん、外じゃあまりかけないんだけどねいつもはコンタクトレンズなんだねうん使い捨ての使ってるんだけど切らしちゃって何もなしじゃぶつかりそうで怖くてうん危ないよそれに眼鏡似合ってるよそうありがとう実はあんまり視力に合ってないんだけどねしないよりマシってとこまあ最近乾燥してるし目にもストレスだし しばらくの間メガネにしようかなうんいいんじゃない女の人は今日どうしてメガネをかけているのですか 4番病院で女の人と医者が話しています女の人はどうして薬の心配をしているのですか では薬は三種類で四日分出しておきますね。熱を下げるのと咳を止めるのとあとは胃を保護する薬です。あの咳を止める薬なんですが、前にそういうの飲んだときに吐き気がして二三回で飲むのをやめたんです。そうですか。こちらで処方した薬ですか。はい。四月頃風邪ひいて見ていただいたときのです。 ああ、これですね。今回も同じものですね。飲むのをやめたら、吐き気は収まりましたかはい、なくなりました。その時も胃の薬を一緒に出してもらいましたけど。そうですか。まあ、でも胃の方の薬が原因というのはちょっと考えにくいので、この咳止めの薬でたまにそういった症状が出る方もいらっしゃいます。じゃあ。 弱めのお薬に変えましょう。これで様子を見ささせてください。もしまた吐き気がしたら飲むのをやめて診察にいらしてくださいわかりましたお大事に女の人はどうして薬の心配をしているのですか 5番女の人と男の人が話しています女の人がこの会社に決めた一番の理由は何ですか 青木さんは何でこのの会社にしたのそうねとにかく落ち続けてたからね確か20社目でこの会社に受かったからもう就活は終わりにしたいってでも他の会社からも内定もらってたって言ってたよねうんここと同時ぐらいにねそっちは食品関係もともとはそっちの方に興味があったんだけどねでも OB とか採用担当の人たちと話して「 面接が進むにつれて上の人たちが出てくるじゃない別にどっちも嫌な感じじゃなかったんだけどこの会社の方が本音で話せたっていう印象も強かったからあとなんとなくここなら長く働けるかなってピンときたそうだねまあ事業内容とかにも関心はあったけどね。うーん僕は 一緒に会社を大きくしましょうって言われたのが決め手だったけどねへえ、そうなんだ女の人がこの会社に決めた一番の理由は何ですか 6番男の学生と女の学生が研究発表会の準備について話しています男の学生はどうして事務室に行きますか 受付は田中さんと石原さんがするんだよね。僕とルイスさんはパソコンとかマイクとか会場で使う機材の準備をしておくよ。うん、お願い。特にネットがちゃんとつながってるか確認しないとね。分かってる。あ、そうだ。マイクなんだけど、発表者が使うやつは襟につける小さいタイプの方が良くないああ、ピンマイクね。借りられるならそっちの方がいい。じゃあ、事務室に聞いてくるよ。 あ、ちょっと待って大学のホームページですぐわかると思ういいよいいよどうせ会場の鍵を借りるのに行かなきゃなんないからあそうだったねじゃあ行ってくるね男の学生はどうして事務室に行きますか ここでちょっと休みましょう。 ままた続けます問題,3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に 質問はありませんまず話を聞いてくださいそれから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう 例テレビで女の人が話しています最近は市民マラソンがあちこちで開かれるようになりましたね私の町でも3年前から開催されていますもともとジョギングを楽しむ人は多かったんですがマラソン大会が開かれるようになって走る人が年々増えているように思いますまあ。 健康的でいいことだとは思うんですが、中には遊歩道をスピードを出して走る人もいて、いきなり後ろから追い越されてびっくりすることがあります。ゆっくり歩いてるお年寄りや小さい子供を追い越すのを見るたびにヒヤヒヤします。女の人は何について話していますか 1, 1前の人の追い越し方 2, 2走っている人のマナー3マラソン大会で驚いたこと4市民マラソンの面白さ最も良いものは2番です。 解答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番 1> 留守番電話のメッセージを聞いています。 鈴木です。昨日はごちそうさまでした。あのー、ひょっとしたらそちらに傘を置き忘れたかもしれません。折りたたみの傘なんですが、薄い緑のケースに入れたままで、もしかしたらソファーのあたりに置きっぱなしにしたかもしれません。使ってないので濡れてはいません。すみませんが、ちょっと見ておいていただけませんか？お願いします。では、夜にまたお電話します。 失礼します留守番電話の内容はどのようなことですか?「傘を持ってきてほしい」2> 2「2傘があったので取りに来てほしい」3「3傘がないか 確認しておいてほしい。四。<4. S 1> 傘でソファーが濡れていないか確認してほしい。二番。男の学生と女の学生が話しています。 鈴木さん、スーパーのアルバイト応募したまだ、レジにしようか、商品管理にしようか迷っててレジの方が時給はいいんでしょうん、五十円ねでも仕事がちょっと大変かなと思ってそう簡単そうだけど、立ちっぱなしだからいや、それはいいんだけどねほら、レジってお客さんと直接接するでしょう。いろいろ気を使うことが多そうでまあ、 多少はあるかもね文句言われることとかあるだろうしせかされたら嫌だなって思って私不器用だからそう考えると時給は安くても商品管理の方が気が楽でいいんじゃないかと思ってちょっと考えすぎじゃない慣れたら大丈夫だだと思うんだけどなだといいんだけどねとにかくなるべく疲れないのがいいのよ。 女の学生はレジの仕事のほうがどうだと言っていますか1 1> 立ちっぱなしで疲れる。<S 2> 2 <S 慣れるのに時間がかかる。<3 S 1> 時給が安くて損だ四、<4 S 1> 気を使って大変だ。 3番男の人と女の人が話していますそういえば先月引っ越したんだよねどう引っ越し先はうんなかなか快適だよ自転車で海まで10分だし駅のすぐそばには大型ショッピングセンターもあるしねへえ<ー>。コンビニやスーパーも入っててね夜中まで営業してるんだそれに ATM も朝早くから使えるし自然もあるし生活も便利そうだしいいところなんだねでも通勤時間結構かかるんじゃないそれがね会社まで乗り換えなしで行けるから意外とかからないんだ1時間ちょっとかな休校が止まらないのが残念なんだけどねそれは贅沢ってもんよまあそうだね 週末波の音を聞いてリフレッシュできるだけ幸せなのかもねそうだよ男の人は今住んでいるところについてどう思っていますか一 <1 S 1> 海が近くて気に入っている二 <2 S 1> 交通の便がとても良くなった 店が多くてにぎやかだ4自分には贅沢な場所だ4番市民センターで館内放送を聞いています ごご来館の皆様にご案内します本日午後2時から2階談話室におきましてお話の会を開催いたします本日はグリム童話を3編「カエルの王様」「赤ずきん」「白雪姫」の順で朗読いたします小さいお子様をお連れの方は是非ご参加くださいなお 席に限りがありますのでお早めにご来場ください詳しくはお近くの係員にお尋ねくださいますようお願い申し上げます館内放送の内容はどのようなことですか図書館の利用について 2> 2 談話室の場所について。三。お話の会の入会について。四。今日の催し物について。五番。 女の学生と男の学生が食堂で話しています。何食べようかな。僕は日替わりランチ。とんかつだしね。もっと女子向けのメニュー増やしてほしいな。ボリュームがあるのばかりなんだもん。仕方ないよ。うちの大学、女子が少ないんだから。だからこそ、私たちのことを考えてくれてもいいのに。まあいいや。 私も今日は日は替わりにする。ほらねメニューにはそれほど男子とか女子とか関係ないんだよ食べる人は食べるもう女の学生は食堂のメニューについてどう思っていますか1 1> 軽いい。メニューが少ない 2> 2 女性向けのメニューが多い。三。肉料理のメニューが多い。四。男性向けのメニューが少ない。問題四。 問題4では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからそれに対する返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは練習しましょう 例片付け私の方でしておきましょうか1わかったそうしておくよ <S 2, 2 <S そう助かる3いやそんなことはないと思うよ最も良いものは2番です回答用紙の問題4の例のところを見てください 最も良いものは。二番ですから。答えはこのように書きます。では。始めます。一番。そろそろ開始予定の時間ですが。先生はまだお見合いになっていませんか。一。すぐ伺います。二。 またおいでになります。三。まもなくいらっしゃると思います。二番。あの奥の会議室も鍵を閉めちゃって構いませんか？一。ええ。 開けても構いません。二。閉めたままにしておいてください。三。すみません。もうちょっと使いたいんですが。三番。今のビジネスマンには。 携帯が欠かせませんね。今のビジネスマンには携帯が欠かせませんね。1い,いえ、欠かせます。2, 2本当に、ないと仕事ができません。3 4番。荷物が多いですね。どれかお持ちしましょうか。1。ええ、じゃあこれを持ちましょう。2。じゃあこれ持ってもらえますか。3。ありがとう、じゃあこれをお持ちします。 5番今度の企画なかなかいいね1い,いえどういたしましてなかなかですか自信はあったんですがありがとうございます。 6番やっぱりここのコーヒーは違うね1うん最高だよ 2, 2残念だね期待してたのに3なんで普通のコーヒーが出せないんだろう 7番すみませんそれ取っていただけませんか 1, 1はい撮りましょう 2, 2これですかどうぞ3いいんですかどうも 8番部長その企画私にやらせていただけませんか1そうですねじゃあやらせましょう 2, 2そうだなじゃやってもらおうか3そうねじゃやってあげましょう 9番。あ、会議室、取っといてくれた1。1> はい、これから予約します。2>, 2。はい、押さえました。3。いえ、取ってあげられませんでした。 10番、いやあ、お待たせしてすみません。1、いいえ、どうぞご遠慮なく。2、2> いいえ、お待ちしておりました。3、いいえ、お忙しいところすみません。 11番ねえこのお菓子おいしいよ食べてみたら 1, 1どうぞ遠慮なく 2, 2甘いものはどうも3そんなふうに言われるなんて嬉しいです。 問題5問題5では長めの話を聞きますこの問題には練習はありませんメモを取ってもかまいません1番2番問題用紙に何も印刷されていませんまず、 話を聞いてください。それから。質問と。選択肢を聞いて。一から四の中から。最も良いものを。一つ。選んでください。では。始めます。一番。 夫婦が話しています。ただいま。あれこの部屋なんかアルコールの匂いがする。お酒でも飲んだのまさか昼間から化粧品の匂いじゃないさっき使ったから。なんかそういうのじゃないような気がするんだけどな。そうだ、今日お見舞いで病院行くって言ってなかった行ったよ。じゃあ。 病院の匂いとかだったりしてほら消毒で使うじゃない入院してるおばさんのお見舞いに行ったぐらいで病院臭くなるわけないじゃないうーん確かに消毒って感じの匂いじゃないかなんか甘いって感じだもんな甘い甘いものといえばおばさんにチョコレートもらったけどそれかなそのチョコレート もしかしたらお酒が入ってるんじゃないえーだってそうだったとしても部屋中に匂うかなちょっと待っていや違うお酒入ってないやっぱり化粧品だよそうかでも前からそんな匂いだったっけもしかして化粧品変えたあ、そうそう でもそんなにアルコール臭いとは自分では気づかなかったな結構こううよああでも僕は鼻はがいいからね部屋の中でアルコールの匂いがするのはどうしてですか 1, ?1 お酒を飲んだから 2, 2病院に行ったから 化粧品を使ったからお酒入りのチョコレートがあるから2番大学生が先輩2人と話しています。 あ、先輩、ちょっと英語の授業のことで教えてほしいんですけどうんいいよああ俺英語苦手だからちょっとい,いえむしろ苦手な人にこそお聞きしたいんですけどえどんなこと私もあんまり英語得意じゃないんです。必修の基礎英語もあんんまりいい成績じゃなかかったんですよ。だから、 そんな私でも興味を持って勉強できる授業ないかなって思ってうーん、楽な授業なら知ってるけどな英語コミュニケーションって科目なんだけど面白いですかいや俺は退屈だったけど課題が少なくて楽だった退屈なんですか退屈かどうかは人によるんじゃない面白かったって言ってた人もいたよ 先輩はなんかおすすめないですか上級英語文法かな上級文法む、無理ですそんなの難しいんでしょう。だから面白いんだけどなあ、スピーチ英語って面白いって聞いたよあ、俺もそれ聞いただけどあれ毎週発表があるらしいんだよそれってきつくない それは私も聞いたけど、発表は短いスピーチだって言うよ。それに先生が面白いんだって。私も今度取ろうかと思ってるんだ。えじゃあ私も一緒に撮ろうかな。うん。でも授業があるの来学期だよ。今学期はないんだ。そうなんですかじゃあ今学期はとりあえず楽なのを取っとこうかな。面白いかもしれないし。 後輩の学生はどの授業を取ることにしましたか 1, ?1 基礎英語 <S 2, 2 <S 英語コミュニケーション3上級英語文法4スピーチ英語 3番まず話を聞いてくださいそれから2つの質問を聞いてそれぞれ問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 3番ラジオでパソコンのソフトの紹介をしています皆さんスケジュール管理はどうなさってますかカレンダーに印をつける手帳に書き込むでも見るのを忘れたりしませんか毎回同じようなことを書くのが面倒くさくありませんかさああなたのパソコンにこのソフトをインストールすれば全て解決します。例えば 友達の誕生日を入力してておけば、タイミングよくく思い出させてくれます。月曜日は「燃えるゴミの日」火曜日は「ペットボトルを捨てる日と」と一度入力しておけば毎週パソコンが教えてくれるようになるんです面倒な用事ももうあなた自身が覚えておく必要はありませんおおいいじゃんこれ。俺、ペットボトルとかのゴミ、いつも出すの忘れるんだよね。 そんなことをわざわざパソコンに管理してもらわなくてもカレンダーにでも書いとけば済むことじゃないいやいやそれこそパソコンなら一回入力しておけば済むんだよあとは自動的に教えてくれるようになるから忘れないでも私パソコンに教えられるのは嫌だな自分で管理したい手で書くと書くことで覚えることができるし 覚えなくて済むようにパソコンを使うんだけど私は覚えておきたいのその時考えたこととか感じたこととかも書いておけるもんそういえばいつも大きな手帳を持ってるよねまあそういう人もいるんだな質問一。男の人は スケジュールを管理するには、どの方法がいいと考えていますか質問二。女の人は、スケジュールを管理するには、どの方法がいいと考えていますか これで懲戒試験を終わります